果たしてすぐに終わるのでしょうか。今日のミッションチャレンジ、ミッションじゃないな、ミッションビンゴチャレンジ、ペッジャコジャコうるさいな。あともうちょいで終わるのよ。でランダム消去スキルのツモを使って毎月合計2700個消そうが全然まだ終わらない。で白目が見えるツモを使って4200万点稼ごう。これもねあと3回4回ぐらいやったら終わるから、わからん。白目が見えるツモっていうのが点数が一番取れるツモっていうのがわからないので検索していきたいと思います。まずはミッキーを使ってねビンゴしていきましょう。順調にね、順調にビンゴをしていきましょう。もう久々やで、ビンゴでこうスキルチケットをゲットしてスキルチケットを入れるっていうのがさ、何に入れよう、まだ迷ってんねんけど。これはあのパレードミッキーやったっけ、なんちゃらミッキー使ってます。あのスキルを発動するとフィーバーに入るよってやつ。パレードディズニーもね、パレードがなくなってしまった、あなくなってしまったよね、あるっけ。ユニバーね、パレードがないんですよ。パレードが見たいのにね。綺麗ね、ディズニーのパレード。めちゃくちゃ下手やな、もっと上手く。なんで全然指が動く、もうパレードミッキー全然見にくいよね。もうなんか黒のキラキラした感じがすごい見にくい。パレードミッキーもうちょっと点数いったらな。ミッキーあと何回したらいいやろ。ミッキー多分あと待ってよ、1回で経験値が600ゲットできるから、いやハイスコアいいねん、もうさっきからさ。1回で600ってことはあと10回はプレイしないかんということやな、ミッキーでな。他にも点数が上がりそうなミッキーがあったらいいのに、ないんだな。もうこのハイスコア聞かれるのバリ鬱陶しいねんけどどうしたらいい。一回シンデレラで1プレイしといた方がいいかな。お、レベル上限上がったぞ。よし、ちょっとレベル解放して、スキル順じゃね、違う、レベルロック順。白目が見えるツムで一番何が点数出るんでしょうね。あ、キュートエルソとキュートアナそうなん？キュートアナそうなん？キュートアナも。あ、スキル5だからキュートアナ使うわ。なんでキュートアナはスキル5なんやろな？いつの間にそんなにいったんでしょうね。私、スキルチケット入れた記憶ないんですけど。キュートアナで行ってみる。なんぼ出るか。おお、横ライン上に消してくれるやつや。これはいいね、便利。こうスキルで簡単にこう消してくれるさ、こう、いろいろ操作しなあかんスキルってめんどくさいよね。これは点数出なさそうだぞ。で、めっちゃ噛むね。出なさそうだぞ。うん。スキル5やのにこれって感じ。シンデレラと比べたらね。シンデレラと比べたらあかんな。うえ。全然点数出ませんでした。何やったっけ？キュートアナ。スキル5やのに。え？スキル5でこんだけしか出えへんの。マジかよ。あーでもレベル4やもんな。待って、420万点しか出てないね。マジかよ、ほど遠いやないか。420万点ってあと10回しなあかんや。うえ、これはさっきより点数いったぞ。頑張ったらこのサプライズエルサ頑張ったら点数出るかもしれない。890万点いきました。これは1000万点ぐらい出るかもしれんな。だいたいやっぱ600ちょいぐらいやな。あと8プレイぐらいか。
やべやべ、ミスったミスった。あと1フィーバーいけるかな、無理かな。無理だな。いけた。いけんかった。いけたかと思ったのに。やっぱレベルが低いからな、まだまだ点数はいかんな。これでいけたはずやぞ。来たー、やっとビンゴー。来たよ、あと1個完了したらスキルチケットをゲットです。何入れようかな、まだ決めてないんよね。コメント欄でいっぱい書いてくれとったんやけど、やっぱ野獣かな。どうしようどうしよう。野獣な、野獣もな、伸ばしときたいんだな。レベルチケット持ってないしな。お、結構消してる。280ぐらいは消しとんな。ってことはあと8回か9回プレイしたら終わると思います。ちょっとナナちゃん帰ってきたんで一旦止めて、後ほどまたスキルチケットでね、何かをあげたいと思います。何をあげるかちょっとコメント欄もう一回見てきて、リクエストが多かったやつにしたいと思います。じゃあさっきの続きでね、やっていきたいと思います。じゃあ行きますよ。これでちょっとね、ここにレイチェルちゃんがいるんですけどね、ここから動けませんけどご了承ください。画面録画はしてる？してたわ。よし、これもちょうど移動が終わった。移動が？移動、移動画は日々いい動画出してます。それは嘘。来た、ビンゴー、ビンゴー。ってことはおめでとう。イエーイ、スキルチケットゲット。はい、他にもね、まだあのスキルチケットゲットするね、ビンゴあるんで、それを進めながら次のスキルチケットもね、入れていきましょう。待って、どれやったかな、これやな。じゃあ皆さんお待ちかねのスキルチケットを入れていきたいと思います。何に入れましょうかね。やっぱここは野獣かなと思います。コイン稼ぎにもいいからね、野獣に入れときたいと思います。いくで、使っちゃうよ。あ、待って、アイテムゲットしないと先。はい、それではチャシャ猫じゃねえよ、間違えた。あぶねあぶね。野獣さんにスキル入れたいと思います。いきます。どれぐらい上がるんでしょうね。ちょっとしか上がらない。はい、これでね、とりあえずコイン稼ぎのために野獣さんはスキル6に上げれるように頑張りたいと思います。お、プレミアム粒のプレミアムボックスがね、6枚溜まってるんで、ちょうど回しときたいと思います。ラインナップを見ましょう。スティッチ、マリー、ウッディ、マイク、ダンボ、アリス、チャシャネコ、オーラフ、トンスケ、マルシン、めっちゃおる。あ、野獣も入ってますね。さて何が出るでしょうか。持ってない分が出るんでしょうかね。6枚回しときます。いけ、これは持ってますね。マックイーン、
を持ってますね。エルサ持ってない分が出てほしいな。おこれも持ってますね。バースデーアナ、お出た、ジャワー、ジャワー懐かしいよ、ジャワー。あこれも持ってますね、白雪姫。ラストです、野獣来い、来ない。おおおおおおお、お祭りドナルドが出たよ。お祭りドナルド、画面を連続タップタップの数だけツムを消すよ。お祭りドナルドが出ました、よかったですね。というわけで本日はこれにて終了したいと思います。スキルチケットゲットおめでとう。どんどんねスキルを上げていきましょう。